皆さんこんにちは。インスパイアの小田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、新しく今年の9月から始まりますマイナポイント事業のことについてお話したいと思うんですが、まずですね、こちらからご覧ください。どうぞ。はい、まずですね、マイナポイント事業を始めるにあたって、いわゆる消費者側ね、店じゃないですよ、消費者側がやらなきゃいけないことは、まず一つ目にですね、ここに書いてますように、マイナンバーカードを取得するということですね。で、ここは、はい、僕もマイナンバーカードですね、もう持ってますから、はい、これで、ここは OK ですね。そしたら次にですね、この右側にあります、マイナポイントを予約するっていうのを進みます。で、今まさに予約受付中になってるんですけど、で、これに関しては、ここに書いてます。マイナポイントの予約者数が予算の上限に達した場合には、マイナポイントの予約を締め切る可能性がありますっていうふうにね、ちょっと脅しが書いてるので、ぜひですね、皆さんも早めに申し込んでいただければと思うんですけど、で、この予約が終わったら、今度はですね、7月からですね、自分が好きなキャッシュレス決済と一つ紐付けをしますと。ね、一つしかできないんですよね。だからここでどの一つを選ぶかってことが結構課題になってくると思いますけど、これが7月から始まりまして、実際には9月から事業が始まりますということになっています。では、このマイナポイントを予約するってところに進んでみたいと思いますけど、はい、まず最初はですね、一つ目としまして、アプリをインストールしますと。Android、iPhone、パソコンでもできますけど、まあいろんな面でから考えて、スマホでやる方が多分楽なんじゃないかなと思います。で、スマホやパソコンがわからないよって方は、自治体の方で設定もできるようなので、よければ自治体の方に問い合わせしてみてください。で、私は iPhone の方で今日やってみたいと思うんですけど、はい、まず最初にですね、マイナンバーカードの読み取りっていうのに進みますね。はい、では、ここをちょっと見ていきたいと思いますけど、はい、こちらからご覧ください。はい、では、まずですね、このマイナポイントって右下にありますね、ワンちゃんのやつですね、このアプリを起動してみます。はい、そうしましたら、マイナポイントの予約ということで、こんな感じのページが出ているんですけど、ここのとこで、はい、ここですね、マイナポイントの予約っていうとこに進みます。昔は、マイキー ID の発行というふうに言ってたんですけど、ちょっと言い方が変わって、マイナポイントの予約って言葉に今変わっています。では、これ押してみますね。はい、そうしましたら、マイナンバーカードをスマートフォンにセットして、次へ進むを押してくださいっていうふうに出てるので、次へ進むを押していきたいと思うんですけど、はい、次へ進む。はい、そうしましたら、ここにありますように、パスワード入力後、動画の通り、マイナンバーカード上に iPhone を載せてくださいって出てますので、iPhone をちょっと載せていきたいと思うんですが、はい。よいしょと。そうするとですね、パスワードが聞かれます。で、ここでは、数字4桁を入力してくださいって書かれているので、数字4桁ね、ちょっと見せれないので、画面戻しまして、数字4桁打っていきたいと思うんですが、はい。では、これでですね、はい。スキャンに進んでみたいと思うんですけど、ところがですね、これでこうやってもですね、うまくスキャンがね、できないんですよね。スキャンの準備ができましたって出てるんですけど、どうも うまくいかないと。多分うまくいかないと思います。はい。これなぜかというとですね、ここの、ここに書いてる、iPhone の場合は、この下のところになるんですけど、ここにありますようにですね、ちょっと開けてみますけど、よいしょ。ここに書かれてますように、NFC 対応ですがいるよって書いてるんですけど、NFC ないんで、で、そのためには、ここにありますよね。これ分かりにくいんですけど、本当分かりにくいんですけど、アプリ入れてくださいって出てるんですね。はい、ここ進んでみますですね。ここに JPKI モバイルって表されるようなアプリ入れてくださいって出てるんですね。なので、アプリ入れなきゃいけないんですよ。で、どういうことだって話なんだけど、はい、このアプリがこちらになります。右下のワンちゃんの JPKI モバイルってアプリがあるので、これを入れなさいと。はい、入れましたよ。はい、起動しますね。そうすると、自分の証明書を確認するっていうのが出てくるので、これに進みまして、
署名用電子証明書になるのかな。はい、こっち側に進んでみましょう。そうしましたら、ここにマイナンバーが出てきまして、同じようにこうやって置いてくださいって出るので、これで同じようにですね、右上の読み取りっていうのを押して進むんですが、そしたらですね、今度ここに出てくるのが、署名用パスワードを入力してくださいって出てるんだけど、これがね、英数字6から16文字って出てるので、これさっきのね、4桁じゃないのが出てるんですよね。ということで、ここがもうまた厄介なんですけど、長い方のこと言ってるんですかね。はい、長い方のを打ってみましょうか。はい、では、ちょっと打ってみまして、OK に進んでみますね。はい、で、これをスキャンできるかとかやってみたいと思うんですけど、どうもね、このスキャンがすごい難しいらしくて、今セットしてるんですけど、なかなかうまくいかないんですよね。で、これがね、なんかいろんな人が書いてて、なかなかうまくいかないって書いてるんだけど、IC カードをセットしてくださいってセットしてるんだけどね、距離かな、距離が関係してるのかな。なんかね、カメラが起動してとかなってくれてれば、わかりやすいんだけど、カメラが起動してるわけでもないんですよね。で、あんまり動かさないでくださいとか書いてるんだけど、これはね、かなり難しいですよ。ダメだな。ちょっと一回キャンセルしますね。で、置いてくださいって出てるんだけど、このビニールみたいなの入れてたらダメなのかな。ちょっと一応ちゃんと出してやってみましょうか。で、ちょっと紙、金属があまり良くないって言ってるので、金属じゃないところでちょっと読み取りしてますね。はい、またパスワード打ってやってみますけど、はい、ではちょっと当てますね。こんな感じかな。住所がちょっと見えるぐらい、こんな感じかな。これがね、どの辺に当てていいかがね、よくわからないので、距離とかですね。で、みんないろんなことこうね、レビューで書いてるんですけど、スキャンの準備ができましたって出るんですが、ちょっとね、これはむずいですよ。全然読み取れないですよ。しかもこれ表からやってるから、難しいね。難しい。かなり難しいです。これできる人いんのかな？あ、エラーなりましたね。読み込みに失敗しました。下なのかな？ちょっと下でやってみましょうか。利用者証明で、こっちでやってみましょうか。あ、こっちかもしれない。こっちだと4桁だ。下の方かもしれないですね。はい。では、下の方でちょっとやっていきましょう。はい。ではですね。はい。下の方のパスワードがまた間違うと厄介なんで、一応確認しときましょうかね。はい。パスワードを確認しときますけど、はいはい、じゃあちょっとやってますね。なんかこっちかもしれない。はい、セットして置いてみましたよ。もうね、なるべく動かさないで真上に置いて、とにかく我慢して待ちましょうか。これね、なかなか厄介だな。これでもね、これ読めんのかな。もうちょっと近づけた方がいいのかな。カメラ、あ、読めた。読めた。すげえ。これね、かなり近い。マイナンバーとこの距離がもう1センチぐらい。1センチぐらいでほぼ隠れるぐらい。
隠れるぐらいに上に置いてしばらく固定してじーっと待ってください。もう何も動かないけど、読み取り中って出てるけど頑張って読み込んでください。そしたら今読み取れました。でちょっとこれ見せれないんだけど、なんか発行者とかいろいろ出てるんだけど、読み取れたっぽいです。なんかこうチェックマークがこうピョンって出ましたので、読み取れたっぽいです。でどうすればいいんだ。でこれ読み取れたんでもういいのか。読み取ったらまたマイナンバーに戻るのかな。マイナンバーに戻って、次へ進めばいいのかな。こっからがわからないな。確かに読み取れたんだけどな。これはねわからないね。ちょっとこれできそうなので、もう一回マイナンバーのアプリの方でやってみたいと思いますけど、ちょっとコツが分かりましたということで、はい、ちょっとやってみますね。はい、もうちょっと距離近い方がいいのかな。はい、この地味な作業してますけど、こっちやめないかな。あ、読めましたね。ちょっと待ってくださいね。ああ、そっか。この辺をね、うまく皆さんに、動画でも撮ってくれよかったな。マイキーがちょっと見せれないので、どうすればいいんだ？あ、スクショを撮っときますかね、この。こんな画面が出ます。で、ちょっとスクショ撮っておきますけど、で、これで発行に進みますね。あ、これで見せれるかな？よいしょ。ここの真ん中の隠れたとこにマイキーが出ているんですけど、若干見えるか。はい、ということで、はい、これで、はい、OK に進んでみたいと思います。わかりません。はい、で、これは、後でね、ID って変えれるので、でもあんま見せない方がいいのかな。はい、スクリーンショットで保存って書いてますね。はい、これで、完了と。はい、ということで、マイキーが予約できましたということですね。はい、ということで、何のことかわからないような感じになりましたけど、まあ、結論から言えば、アプリを、2個目のアプリ入れなくても、1つ目のアプリだけで、多分できると思います。ただじっくり、このマイナンバーの上のとこで待つことと、あと距離は近い方がいいかもしれない。NFC なので、1センチぐらいの距離ぐらいで、やった方がいいかもしれないですね。で、やるとうまくいきました。ということで、はい、ちょっと画面を切り替えていきたいと思いますが、はい、こちらですね。はい、見せれないことだらけで何のことか分からなかったかもしれませんが、まずこれで、はい、暗証番号をやってマイナポイントが予約されましたと。で、マイナキーが自動で設定されますということで、ここまで進んでいただければと思います。で、2020年7月以降にこのマイナーキーで、ログインしてですね、できるようになるようですので、ぜひね、ぜひ使ってみてください。はい、ということですね。結構大変でしたけど、これね、ここまで行ける人はどのぐらいいるかわからないので、普通に行政の方に聞いた方が早いかもしれませんけど、マイナキー発行までね、ぜひ皆さんね、到達していただければと思います。またね、参考になればということで、情報あれば、またマイナポイントについてね、動画撮ってきますので、チャンネル登録などよろしくお願いします。今日は、マイナポイント事業におけるマイナポイントの予約、マイキー ID の発行についてお伝えいたしました。インスパイアの答えでした。ありがとうございました。バイバイ。